かなって。確かにこれがいい。そうです。なんで小指と一緒。指が短いんだ。マイガー、あなたが笑うと。てっ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 てよいしょ。やっほー。皆さんこんにちは、小原好みの音楽室へようこそ。前回はここに大きな段ボールがあり、箱から開けて終わったんですけど、今日からいよいよスタートします。私のギターはこっちの右側にあるちっちゃめな可愛いギターなんですけど、もう一個ありますよね。ちょっと私一人では番組が成り立たないだろうということなので、今日はいつもお世話になっているメイクさんがいるんですけれども、その方がギター経験者ということで、ちょっと今日はお招きしたいと思います。では村上さん、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。私のメイクを担当してくださっている村上さんです。はい。ギターはどれぐらいやってたんですか？中学から高校生まで。あ、学生の時に。はい、やってました。なるほど。はい。最近は弾いてますか？最近はあまり弾いてないので、ちょっとお手柔らかに。でも先輩なので今日は楽しくやっていけたらいいなと思ってます。お願いします。お願いします。ちょっと下がった方がいい。もう全然大丈夫。よいしょ。かわいい。よいしょ。そっか、 F ってこうやってたんだ。はい。線がピッて引かれてるから。あ、これですね。あれ、こう指が短いから。でもちょっとネックも細いんですよね、それ。ここネック細いですね。あ、じゃあやりやすいものってことなんですね。はい、ということで持ったんですが、私はとても今怖いです。私も怖いです。すごい可愛くなってる。いやいやいや、すごい。めっちゃかっけえ。なんだこれ。なんかかっこいいですよね。かわいい。そうなんですよ。ギターの名前がないんですかって今ディレクターさんに聞かれて、私さっき、じゃあこのギター確か マーチンっていう種類のギターだからと思って、まっちゃんって言ったら現場が今凍りついてしまって、よかったらコメント欄でこの名前がいいんじゃないって思った方いたら書いてください。でいいなって思ったところに、ハートかな、グッドボタンかな、なんかありましたよね。押したら多数決みたいな感じで決まるのかな。はい、よろしくお願いします。じゃあやっていこうと思うんですけど、はい、まずは何の曲っていう以前に、私まだコードがちゃんと弾けなくて、はい、本当に、はい、えっていう音が出るんです。教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず小原さんがちょっとこれから弾いてみたいっていう曲があると伺ったんですが、はい、私が、かぐや様を告らせたいという作品に藤原ちかちゃんとして出させていただいているんですけど、ちかちゃんのキャラクターソングがありまして、チカとチカチカとかいろいろあるんですけど、その中で、まあ、ギターでも弾きやすい曲だと翼をあげたいっていうすごく大事にしている曲があって、それが弾けたらいいなって思ったので、今回弾きたいですっていうお話をさせていただいたんですが、じゃあ、はい、それで使えるコードからお願いします。覚えていきましょう。はい、じゃあ C とかですかね。ポジションはお分かりですか？いえ、見ないとまだ分からなくて。じゃあ、まずはボディネック、フレット、ペグ、ヘッド、あとなんだっけ？あともう一つ。どこですか？この間やってましたね。なんだっけ？これがフレットで、これが？あ、なんだっけ？何文字でしたっけ？3文字？ネック、フレット、ペグ。な。納豆。納豆だ。正解です。はい、失礼しました。はい、ではやっていきましょう。はい、ではまず人差し指でここ、はい、はい、で次ここ3、あ、じゃあ
そうですね。で、ここですね。うん。で、一番上は弾かずに、うん、ここから。そうです。じゃ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 ーんと。どうですか？いいんじゃないですか？あ、大丈夫なんですか？はい、いいんじゃないですか？こんな音出なかった。はい。あ、すごいいいじゃないですか。ちゃんと爪を切ってよかったです。合格です。はい。あ、いいんだ。はい。次 E マイナー。はい。え、逆？こっちですか？こうか。あ、こうですね。あ、でもこっちの方がいいです。まあ、僕は。多分そうしたらその方が A マイナーに移るときそうですよね。そうですよね。A マイナーから、あ、え、でもこっちに来てるかも。プロの会話が始まりました。あ、なるほど。どうなのでしょう。日本語なのに外国語のように聞こえます。あ、そっか。C から行くのか。あ、スライドしてこうか。今私は C しか分かりません。そうすると、あ、A マイナー、A マイナーの声か。そうですよね。確かに。確かに。これが E、E ですね。はい。では次は E マイナーですね。はい。こちらです。人差し指は使わずに、 あ、そうです、そうです、失礼しました。それで、あ、本当だ、一番上は引かずにピロロロン、あ、いいですね。ちょっとマイナーなので暗めの音が、ちょっとここにカメラをつけたい、覚えたい、ここ。次 A マイナーですね。はい。一個下がりの、うん、で人差し指がここにつきます。音の出方って合ってるんですか？一個ずつ弾いてみます、うん、綺麗です、とっても。はい。では次は問題の F ですね。あ、みんなが挫折するという私も2回挫折したことがありますが、指一本でここ押さえるバレエ、これの指は外そう。あ、それがいいか。これとここがこうです。あ、スレスレで押さえてあれ、なんで届かないなこうですね。じゃあ、中指フレットで全部押さえて、でフレットの字がこうな、はあ、で小指がもう一個下に、こ、もう一個上、そこで絶対いけないこれ、あれ、これなんで、なんで届かないんだろうあ、じゃあもう一個上です。小指がもう一個上ですね。そう、それです。待って、手死にそうになってる。なんだろう、ギターの持ち方か。ちょっと足組んでみます。はい。どうでしょう、ちょっと楽になったりしますか？ごめんね、みんなごめんね。え、どの音が出ますか？大丈夫ですか？私もプンプン言ってるあ、なんか、なんだこれ樽みたいな音がちょっと待って、これ全部上を押さえるんですよね？はい。押さえてるだけなの変な音ですよねいいと思う、個性、個性のある音でダメでしょ、絶対ダメでしょ、待って、ここだけ押さえたらどういう音になりますか？ここだけ、うん、え、全然違う小原さん、左利きですもんね。ですあるはずです、このあれおかしいなって今思ったよね、抑え力がさっきの E っていうのがここのこういうあれじゃないですか、抑えのね、うん、でそれがそのままここにスライドしたのをちょっと指が変わってフレットみたいなこのバレエコードが上がるので、うん、半音そのまま上がったような音になるっていう、はい、つまりはミとファの音なんでこれ練習、いずれにせよバレエコードって使いますもんね。そうですね、いずれはもう、だから壁を超えるしかない、超えましょう、はい、多分こうやって今覗き込んでると思うんで、うん、このボディをこうちょっと、あ、そうですね、起こしてあげる方が手首が楽かも、うん、いいんじゃないですか絶対嘘だよ絶対嘘だよこの曲を弾くにはとってもよく出てくるコードなので、よく出てくる、超えなければいけない壁になります。はい。次が G サス4、G っていうコードがまずこうあるんですけど、うん、中指が2フレット、そうです、で小指がここの一番下を押さえます。3フレットの
あ、あれ薬指が一番上ですね。中指はさっきのところ逆だ。それです。ちょっとこう手首をクッて返すと楽かも、うん、薬指一番上まで届きますかね。あれなんで届かないの。指短い。中指、中指、はい、薬指、小指ですね。小指なんか飲み口みたいになんで小指と一緒。指が短いんだにょろってG です。これがまず G、 基本の G で G サス4というのがこの人差し指がついて、これはもっと何回こうして、あ、ちょっとそう、こう薬指が足りてない。薬指がそうです。全然違う音が出てるっていう流れになるんですけど、はい、これが結構ね切り替えがチャッチャーンみたいな感じになるんで、あとここにパパパってこう行くようにゆっくり始めていきましょう、はい、でも今のでイントロが終了です。これはイベントで、はい、アコースティックバージョンで歌ったんですよ、はい、その時にそのギタリストさんが、あ、この曲だったらギター初心者の方はとても始めやすい曲ですって言われたんだけど、ね、ちょっとした山が2つ、はい、この F と G ですかね。他に弾けてました。あ、でもね C とかすごい綺麗でしたよね。 C がマシだった。そうですね、 E マイナーとか A マイナーとか完璧でした。励ましてもらいましたじゃあ C と E マイナーの復習を、うん、合ってる、合ってます、合ってます。あ、いいと思います。はい、じゃあ次 E ですね。あ、E マイナー、はい、はい、1個下に下がり、あ、いいと思います。はい、OK です。毎晩あなたが笑うと脳をハッピーでとろけそう、空だって飛べそうよ、ほら一緒に行こうよ、もしも悲しみの雨にその翼が濡れ私ので、よければこの翼をあげたい引っ越せれちゃったちょっとすいません。弾きながら歌うってかなりきついですね。じゃあでも弾きか、弾きながらの方が楽しいと思います。絶対ね、やばい、いや弾くと思わなかったね。だよね、そうだよね、そうだよね、はい、ちょっとなかなか優しいとは思うんですけど、私が初心者なばかりにこの動画一体どうなっているんでしょうか。ちょっとまた再び練習を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。私も練習してきますということで、一番最初に弾きたいと言ったこの曲、いつになったら私は弾けるのでしょうか。練習あるのみだと思うので、はい、本当に F 大変なことになりました。なんか化け物の手みたいな、なってたから頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。バイバイ。